今回ドナーとなったのはですね、180、もともとまあシール80になってるんですけれども、この後ろ回りですね、リア回りなんですけれども、これドリフトの大会にまあ使ってた車なので、非常にですね、リアの損傷、ここの部分の損傷が非常に多くてですね、ここを何回も直しているせいで、もう修理不能になってたんですね。なので私のところに来た時にここの部分の損傷をですね、どうにかしてほしいということで、依頼を受けたんですが、まあ、予算的にちょっと、あんまり新品部品は使えないということだったので中古パーツを使うことになったんですけれども、まあ、とりあえず、まあ、元となるフレーム、ここの部分はですねフレーム修正機で寸法だけまず出しておきました。で左右 もうフレームの寸法もめちゃくちゃだったんでね、そこのフレームの骨格だけはまあ形を出して、これがドナーとなった、ベースの車なんですけれども、無事故の車を持ってきてですね、後ろ回りをそっくりこんな感じで両クォーターバックパネル、フロアパネルを外して、移植することにしました。で、外した部分はですね、前回ちょっとお見せしたこんな感じですね。で、ドナーの方の車も同様に同じようなパネルの部品をですね、まあ、こう切り抜いてフレームだけフレーム修正で修正して骨格を残した状態で、中身をですね全部くり抜いたような感じになってますね。で、後ろの部分はですねもうそっくり移植するので綺麗に外して中も綺麗に処理してですね、せっかくなのでこのフレームをですね、補強したいと思います。でこの中ですね、ここのフレームの中が非常に程度が良かったので、まあ、ここは生かしたままですね、補強だけ、こんな感じですね、スポット増し、まあ、今回半自動で、かなり補強入れたんですけれども、アップで見るとこんな感じですね、スポットにかけるまあ2倍以上補強は入れてます。で骨格を仮付けした状態ですね。後ろのリア周り、まあ、普通の何ていうんですかね、見た目はニコイチのように見えるんですけれども、外板だけを移植した状態ですね。もう見てわかるように黒い部分が新しい部品となっています。はい、ここのタイヤハウスの部分に損傷がそんなになかったんですけれども。作り方がただ切り抜いてるだけだったので、ここの部分もですね、ついでなので、補強を入れる意味で、オーバーフェンダーにするためにですね、ちょっと加工を施しました。あ、これがね、前のオーナーが作った部分ですね。で、そこに私がですね、ここにちょっと張り出しの鉄板を貼って、まあ、フェンダー自体をワイドにするような形にしました。はい、でちょっとこう見にくいんですけど、この耳を少し折ってあるんですね。でこれで強度を持たせてます。はい、もう見てもらうともうかなりひどい状態なんですけども、もともとの状態はこの部分なので、まあ、これはもう本当に私がやった部分とはちょっと違う部分なんですけど、ここに補強を入れて後ろを新しく移植したっていう感じですね。はい、後ろから見るとこんな感じですけど、まあただ単にニコイチのように貼り付けたような感じですね。はい、フロアから見た方ですね、フロア側から見ると移植している部分がですね、このちょうどシーラーで分かれているところなんですね。この中フロア全体を移植しているので、ここからですね色を塗ってしまったらもう分からないんですけども、もう全く、純正のその新品部品をくっつけた状態ですね。はい、これ移植して補強した後なんですけど、全く分かんないですよね。でここも、まあ、全部こういったところついでなんで、スポットを増しをして、ここにちょっとね角材入ってますけど、この燃料ポンプからの配線を保護する角材を溶接しました。でフロアもう上から見て色塗ってしまうともう分かんないんですけども、移植したのは今回この部分ですね。いよいよマスキングして色を塗るのはね、ここはもう別に損傷ないのでクォーターだけですね。ここから見るとマスキングがここで切れているので、ここは色を塗らないのは分かると思います。なので今回ね
損傷があった本当にこの部分だけをきれいに塗っていきます。パテがね最小限なんですね。ここパテ最小限なんですけども、このパテ最小限にしているのは貼り付けのオーバーフェンダーがここまで来るので、ここの部分にパテいらないんですよね。オーバーフェンダーが貼り付けのものが来るなんて見えないです。はい、色塗るとかなり汚らしいですけども、この辺ね、つなぎ目見えちゃってますけれども、この辺のつなぎ目もですね、貼り付けのオーバーフェンダーがここに来るので隠れちゃいますよね。これはね、見た目はこんな感じなんですけど、まあ直しやすいっていうのがやっぱり競技車両なんでね、優先されます。でこれ実際貼り付けのオーバーフェンダーを貼ったので、もう貼ってしまえば分かんないですよね。先ほどの部分はこれで隠れてます。でフロア部分なんかもこの辺つないであるのはこの辺なんですよ。この辺なんですけど、この辺だけはパテで仕上げてるので、もう全く分からないようになってますね。これニコイチとは言ってもこんな感じで綺麗に仕上がってます。でここは先ほどの角材を溶接して、この配線ですね、これをねトランクに荷物積んだ時に潰れないように保護しました。はい、これステッカー貼ってないですけれども、一応完成しました。リアだけね、今回依頼を受けたので、フロント周りはそのままですけれども、後ろですね、後ろ周り全部新調したので新しくなってます。で後ろの部分がですね綺麗になってしまうと、もうここまで来るともう本当に分かんないですね。つなぎ目がここだとか、この中のどこをつないだとか、もうこうなっちゃうと分からないんですけれども、やっぱり修理しやすいように作ってますので、まあ、その辺はですね、十分こだわりがこの中にあります。